はいどうも、お手本市高井です。今日はですね、保育園で働いている方、要注意。知らないうちに職場の選択肢が減ってるよ、というテーマでお話をしていきたいなと思います。まあ、幼稚園教諭の免許が更新制で、免許が必要な職場では、更新講習後でないと働けなくなる可能性がありますよ、という結論なんですね。で、まあ、現在ではほとんどの、まあ、短大とか大学、まあ、専門学校、いわゆる養成校と呼ばれるところ、を卒業するとですね、保育士資格と幼稚園教諭両方ともですね取得することができるんですけれども、幼稚園教諭は教員免許になりまして、通常の教員免許というのは有効期間というのがありまして、それは10年になるんですね。幼稚園業界にそのまま就職をされた方っていうのはですね、幼稚園はもう教員免許がベースにあるので、更新タイミングになるとですね、園の方からあとそろそろ更新講習ですよみたいな感じでアナウンスがあるんですけれども、一方ですね、保育園に卒業後にポンと入られた方ですね、なんか知らないうちに10年更新タイミングが来てるっていうケースがあるんですけど、まあそもそも保育士資格しかいらないので、幼稚園教諭に触れる機会がなくてですね、まあ人によっては、なんか卒業証書とこう一緒に、タンスの奥の方にしまってですね、ほぼ見る機会がなかった。有効な状態にしておかないと、職場の選択肢が減ります。まず幼稚園教諭がないと、幼稚園ではお仕事できなくなる。し、あと認定こども園の中のですね、養護連携型認定こども園というのは、有効な幼稚園教諭の資格と保育士資格の両方を有した保育教諭というのがですね、職員の前提になってますので、養護連携型認定こども園ではお仕事ができなくなります。認定こども園でも保育所型、幼稚園型、あと地方裁量型っていうのがあるんですけれども、3歳以上児は両方持っているのが望ましいっていうふうな、そういう表記がなんかされたりもしますね。まあ、ただしなんですけども、今、養護連携型認定こども園っていうのは、新制度施行後10年間、2024年の年度末になるんですけれども、経過措置っていうのを設けてまして、どちらか一方の資格があることで、まあ、両方あるとみなしますよという経過措置を取ってるので、今仮にですけども、更新をしてないっていう方でも保育教諭として勤務することができています。ああ、もうなんか10年かと思ってたらですね、もうあと4年です。2020年まで、あと4年になっちゃったなっていう感じですね。で、幼稚園教諭の免許っていうのはですね、更新講習を30時間受けないといけません。これにはもちろん費用も変わりまして、1時間1000円とか、約3万円と事務手続き費用というのを別途行政に支払わないといけない。で、費用もそれなりにかかると。まあ、あと4年もあるから大丈夫かって言ってる人ですね、もうあっという間にこう期限が来てしまう感じがあります。まあ、最近ではですね、すべてオンラインで講習が受けられるっていう学校なんかもあったり、費用の方も、園によってはですね、費用補助制度っていうのがあって、まあ、一部その費用を負担してくれたりっていう園もありますので、お勤めの園なんかですね、そのあたり聞いてみてもらってもいいかもしれませんね。職場を変えたいな、なんて思う時にはですね、選択肢は大いに越したことはないんですよね。幼稚園教諭が更新されていることで、幼稚園も行ける、幼保連携型認定こども園も行ける、それから保育園も、まあ、その中でどれにしますかっていう選択肢が広いっていうのは、まあ、それだけでメリットが大きいかなと思いますので、ぜひこれを機会にですね、更新をされることを検討されてはいかがですかというお話でした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。おしまい。今回もご視聴最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価のいいねよろしくお願いします。また次回も見てください。バイバイ。